謎めいた肌、またはミステリアススキンは、1995年にスコット・ヘイムが発表した小説、またはこの小説を原作として、日系アメリカ人監督のグレッグ・アラキが撮影した映画。現代はミステリアススキン。4万人の人々が暮らすカンザス州ハッチンソンに住む少年たち。二人の少年はリトルリーグに入団していた。だが、その男性コーチは、 性的虐待を行う人間であり、その二人を食い物にした。やがて、大人になり二人は再会し、ようやくまともに、被害体験を話せるようになる。だが、そのうちの一人は、その体験が忘れられずに脅迫的な談笑となり、もう一人はその時の記憶を喪失し、エイリアンに連れ去られるという幻想を持ってしまっていた。二千四年の第十一回ベネツィア国際映画祭で、 初披露され、2006年のポリッシュとアップルアワーズベストムービーを受賞した。日本では劇場未公開だが、2005年の東京国際レズビアン芸映画祭で上映された。著者のリチャード・ビー・ガートナーは男性への性的虐待問題についての専門家の一人で、この小説に高い評価を下している。ありがとうございます。